朝霧ジムバトルまで駒を進めてまいりました。挑戦者対するはジムリーダーみかん、ただ一人。パワフルな鋼タイプのポケモンを相手に挑戦者はどう戦うのでありましょうか。まずは歩く一発。こちらは歩く当たった。さあ両者とも体力は互角、まだまだ余裕です。さあこの場面で、おっと攻撃が外れた。今度は小さなダメージ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれはおっとあまり効いていない。この攻撃軽く当たった。さあ激しいバトルです。これはどうだ、小さなダメージ。さあここで歩いた。さあ熱いバトルが展開されております。この場面で歩く一発。さあ今度はよし、やっと力尽きたか。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでスターミーの登場だ。今は相手が弱っています。これはチャンスです。ここで波乗りだ。よし当たった。ここでダウンです。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでタニーゴの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2。鋭い攻撃、弱点を突いた。さあこれは軽く当たった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで10万ボルトだ。狙い的中。ここでノックアウト。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでハガネールの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ激しいバトルです。おお、これは有効だ。おっと危ない。さあ今度はいい当たり。さあ熱いバトルが展開されております。これで決まるか。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。